皆さん、自分の声は好きですか？ルナは好きです。こんなに首絞められてますかって言われ続けてもルナは自分の声が好きです。今日はこの声にちなんだお話をしようと思います。学生の皆さん、勉強頑張ってますか？ルナはね、勉強はあんまり得意ありません。得意じゃありません。なんか勉強の仕方として、こう勉強できないんですけど、勉強の仕方として自分の声を出しながら勉強をすると、なんか脳みそがね、なんか脳みそって自分の声がすごい大好きらしいんですよ。こう音読をしながら勉強をしたら、なんかスッて脳がね覚えるらしいんですよ。なので漢字とかね、漢字勉強とかね、わからないやつがあったとしたら、もう10回唱えたりしたら、もう脳みそがスッて、もうこれ絶対忘れねーみたいな感じで覚えるらしいです。あ、でもなんか、いや自分の声好きじゃないからみたいな言う人いるんですけど、自分は嫌いかもしれないかも、かもばばばば、でも脳みそは自分の声が好き。声に出しながら喋ると脳みそがね、あ、好きみたいな感じでこうスッとこう覚えるらしいです。あと物忘れとかね、多い人、物忘れが多い人いるじゃないですか。ルナも結構あるんだけど、なんか携帯どこ置いたっけみたいな、携帯どこ置いたっけ、財布どこ置いたっけみたいな。物忘れが多い人の改善法として、なんか声に出しながらその大切なものを置くと覚えるらしいんですよ。携帯をここに置きました。そう、声って大事なんですよ。声は大事なんですよ。ということで今日はアプリをねやっていきたいと思います。ステマじゃないよ、ステマじゃないよこれ。今日はこれがやりたいだけの動画です。気になるじゃん、自分の声のタイプとかね。 Hey Siri、 Hey Siri、 Hey Siri、 あ、来た。声タイプ診断。すみません、よくわかりません。なんでだよ、幸せと違うじゃん。声タイプ診断アプリ。お、来た、来ました。スリちゃんさすが、声タイプ診断アプリを開いてくれた。こちらです。大きなお耳のボイスドクターモンジー博士があなたの声のイメージを診断します。モンジー、キモ、あ、キモくない。あなたの性別は女、あなたの年齢は143歳。あ、これ2桁しかダメだよ、無理じゃん。どうしよう、14歳でやるか。14歳で14歳でやるわ。しょうがない、これしょうがないよ、できないよこれ。で、こちらのマイクボタンを押してから次のセリフを話してね。おっしょさん、おっしょさん、天竺って本当にあるんでしょうか。お、言うらしいですね。いきましょう。おはよう、おはよう。あ、これ優の声のイメージは素敵なお姉様でござる。おはよう、落ち着いた低めの声で大人の女性って感じ。男は甘えたくなってドキドキするぞ。でも実は気強いのでは、冷たさが見え隠れしてるぞ。バレないように注意が必要でござるな。ルナ冷たくなくない？ルナ可愛いはず、ルナ可愛いはず、絶対可愛いはず、絶対可愛いよね、絶対可愛いはず。ちょっと待って、もう一回やらせて。ジャックは早速豆の木をどんどん登りました。チャキチャキガール。ハキハキして明るい印象、それでいて丁寧でもある。なかなか気持ちのいい声でござるな。でも元気すぎると大阪のおブルセーになる急性大心当たりありのでは。うるさいんだけど。マジ？チャキチャキガールだって嬉しい。 Hey Siri、 Hey Siri、 Hey Siri、来た。はい、聞いていますよ。私の声どう思う？私には何とも言えません。なんでだよ。私の声かわいい？理解できません。でもウェブで検索できますよ。いや、大丈夫です。